はい、皆さんこんにちは。今日もご覧いただきありがとうございます。これからですね、もう日も長くなってきて、いよいよ春が近づいてきたなという感じがするんですが、これから取り入れやすい春の着られるニットをご紹介したいと思います。まずはじめに今着ているトップスなんですけど、こちらニットの部分はここからここまでで、で切り替えられてプリーツになっているものになります。でこちら見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、秋冬に出ていてとても人気があったので継続して販売されています。でお色がこちらのオフとブラックだけ継続という形になっています。こういった感じでデザインがとても特徴的でして、袖の部分がリブになっていてニットになっています。でちょっと隠し上げて着ていただいて、で襟がなんかスキッパーのような形で V に開いています。で後ろもこんな感じですね。ちょっと編み地が編み柄が入っていて、後ろ姿も可愛いです。こちらをパンツスタイルに合わせていただくのがおすすめになります。はい、続きましてこちらも大人気のエリパールシリーズのニットを着てきました。お色がこちらのオフとブラックと2色展開になっております。こちら結構あったか素材なので本当に今からすぐ着ていただけますし、冬、秋から冬にかけても着ていただけるので3シーズンは着ていただけるかなと思います。パールがぐるりとついているデザインになっていまして、白はついてないです。でもかぶりでスポット着ていただけるのでとても楽ちんです。で裾もリブになっているので結構伸ばすとこれぐらい長いんですけど、シュッとタクシーに引っ張ってウエストラインで合わせて着ていただくと可愛いかなと思います。でスカートは人気のタックフレアスカートと合わせています。はい、続きましてシャーリングニットを着てきました。こちらはですねちょっと低めのタートルネックになってまして、裾がシャーリングになってるんですよ。ビヨンビヨンって伸びるデザインになってまして、ここがポイントですね。で、丈もいつもより短めといいますか普通丈になってます。腰骨あたりで止まる感じになってます。でちょっと上げてきていただいた方がいいかなと、まあ、あのスカートに合うかなと思います。でお色が4色展開で、今着ている綺麗なブルーとこちらイエローホワイトとブラックの4色展開になります。こちらすごい糸がさらりとしていて、あのツルツルシャリシャリ、素材がとても気持ちよくて、結構暖かくなくなっても熱くないような素材になっています。ちょっと光沢感っていうんですかね、あるようなサラサラとした素材になります。張り付く感じはないですね。それでこの前の編み地ポイントなんですけど、後ろには何にもなくて普通のリブになっています。こんな感じになります。お袖が、シフォンになっていて、身ごろがニットになっている商品のご紹介です。でこちらが、着ているオフとネイビーとブラックの3色展開になっています。でこちら指原莉乃さんに着ていただいていてとっても可愛かったんですが、よかったらインスタ、オフィシャルのインスタに載ってたので見てみてもらいたいんですけど、袖がシフォンなので、透け感が出ています。で肩から袖にかけてシャーリングになってるんですよね。それがとてもこうふんわりボリュームが出るような形になっていて、シャーリングなのでミヨンミヨンって伸び縮みするので、パツパツってなって破れたりする心配もないです。で
てリブのお袖がちょっと長めになっているのが可愛いかなと思います。続きまして襟レースニットを着てまいりました。でこちらですね、こちらは、この襟レースワンピースと同じ感じになってまして、これも襟取り外しだったり袖にパールだったりがついてたんですが、こちらがとても大人気でしたのでニットになって登場しております。でこちらも一緒で襟は取り外しができますのと、お袖口パールになってます。オフとネイビーですね。で襟は全部、ホワイトになってます。こう見てもらったら分かるんですけど、取り外しができるようになっています。で後ろのもパールのボタンがついていてとても可愛いです。どっちかっていうとシャリ感のあるシャリシャリ素材でとした感じなので、長い間着ていただけるかなと思います。はい、襟取ってみました。普通のクルーネックの感じになります。で後ろはパールボタン、とってもすごい使えるのでめちゃくちゃいいかなと思います。はい、以上でニットのおすすめ商品のご紹介が終わるのですが、今回タックフレアスカートをずっと履いてたんですけど、これ本当に便利で何にでも合うなっていうのを再認識したので、もしまだ持たれてない方はぜひおすすめしてます。それでニットと春のニットと合わせて着ていただきたいなと思います。またご紹介しますので、ぜひ YouTube 覗いてください。ありがとうございます。